以上です。ナダルです。さあ、じゃあ明日よろちきチャンネル。はい、ナダルさん、2024年も、はい、もう始まりまして、始まりましてね、まあ1ヶ月経とうとしてるぐらいですけども、はい、はい、うん、ちょっと今回、はい、ちょっと視聴者の方からね、うん、DM とかコメントとかでちょっとまたこの季節なんで、うん、あの人を呼んでほしいという声がありましたんで、うん、まあ、なんとなくこのセット見ていただいたら分かる。まあそうですね、はい、鳥が来るという、もう言ってるやん。はい、この方です、どうぞ。鳥先生、はい、どうも。お願いします。お願いします。いや、懐かしの鳥先生。いや、約1年ぶりぐらいで、1年ぶり、ありがとうございます。毎度占っていただいてるんですけども、もうコロチキの専属占い師じゃないの。いやいや、本当にすみません。ほんまずっとね、お世話になってるんですけども、はい、鳥先生に、奈々、はい、さんがもう前回の動画で何回も鳥先生って言うから、もうコメント欄が鳥先生、鳥先生みたいになってたから。でも、今日も飛び立ってきてくださって、飛び立って、そうですね、飛んできましたよ、本当にね。鳥先生、それで終わらしちゃってダメなの。すいません、それ言ったもん勝ちみたいな。言いたいがダメ。すいません、本当に。またお忙しい中来ていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。今回もね、占ってくれるということで、軽くちょっといいですか。去年の占ってもらったの覚えてますな。いや、もちろん覚えてるよ。すごいしんどいと、っていうのは仕事はめっちゃ入ると、うん、ただ体力的にとんでもなく奈々さんしんどいですよというのが出まして、うん、またまた雨で言ってたんですけど、マジでそうやったの。いや、だからこれがびっくりするんですけど、はい、ほんまに忙しくて、うん、めっちゃしんどかった。ほんまだから言うたら、ほんまもう俺キングオブコント取り立てよりしんどかったかもしれない。ちょっと、あのね、ほんまに何もしてないのに涙が流れるみたいな。そう、だから本当に、まあ鳥先生の前でこんな話するのはあれですけど、セクシー女優さんがエロい話した時にツーって涙流れてきた。エロいなっていう、なんかそんな、なんか疲れすぎてて、なんか普通やっぱその感動とかで泣くんですけど、エロいなっていうので泣けてきたって、わけわからん精神状態。ちょっとまあ情緒がね、忙しすぎて、体力がしんどすぎて、ってなってたんですよね。そうそうそう、まさにって感じやったから、はい、言っていただけたらね、なんか良かったです、はい、外れてなくてみたいな。いやいやいや、本当に。いや、今回もちょっとね、はい、じゃあ聞いてみましょう。すいません、はい、お願いします。お願いします、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあお二人分ね、もちろん生年月日、はい、あ、これ去年もずっと持ってたわこれ、はい、そうなんですよ、これね、はい、うん、さて、どうしよう、ナダルさんからじゃあ今回は。あら、僕から。去年は西野からやったな。そうだね、俺はなんか、薬草、薬草屋さんみたいな。はい。そうや、確かに、なんかその時にうさんくさいな思ってるけど当たってるからね、これ。いや、ちょっと薬草屋。でも筋トレ始めて、すごい健康には気使うようになったんですよ、ね、ああ、そういう意味では確かに、ほんまやな。薬草屋、薬草屋、無理やりやけど。だいぶね、無理やりですけど、ね、いや、でもめっちゃなんかね、はい、まずはナダルさん。はい、お願いします。はい、ナダルさんには僕、去年、あなたは海の化け物だと言ってました。しっくりきましたね。だからコメント欄に、海の妖怪と薬草屋のコンビ草みたいな。書かれたか。書かれてた。はい。で、まあ、去年は錆びついてしまう年だと言ってましたね。錆びついた、疲れ果てて、はい、ヘルニアにもなったんですよ。ヘルニアですか。ブロック注射打って、そう、風もな、うん、風も確かに年末から、まあ、年明けには治ったんですけど、3週間ぐらい引いてました、ね、3週間、はい、長引いてて、錆びに錆びたね、はい、錆びました、はい、確かに。まあでもね、その錆びをよう乗り越えられました。うわ、今年はですよ、ね、ガチでマジで大の星が来る。うわ、わ、鳥先生、幽霊師マジっすか。いや、もう去年もまあね、でも言ってましたけど、今年来る財はね、目に見える、表面に見える財です。うわ、ということは本領発揮、運気向上、向上っていうか上昇っていうか。うわ、最高や。わー、財減りそう。こんなことしてたら減りそう、はい、確かに今のでちょっと、いやいや、勘弁してくださいよ、ちょっとちょけただけで、はい、はい、でもね、この2月、3月に世間の注目を集めていく輝き星が早速来るんでね。うわ、2月、3月、もうじゃないですか。そうです。何やろうかね、ほんま、何やろうな、何でしょう、何かがあんねやろうな、ありそうな気します、ほんで。なんか分からないけど、ですかね、はい、運気的にいくと4月に向けてぐん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 ね、うわ、はいはいはい、物質が増えるとか、うわ、光が集まるとか、もう頑張ります、ね、本当にもういい傾向や、はい、すごいいい傾向はね、どんどん出てくるんですね、うん、だから
今年に関してはあナダルさんってなんか変な子なのかなと思ってたんだけども、うん、あ意外とやっぱいい人だしなんか味あるなみたいな、幅が広がる年です。おお仕事の幅もちろんです。バレてまうか。おっと幅狭し幅狭し今の段階だからナダルさんやっぱり去年あたりからちょっとこうズバズバぶっ刺すみたいな、はい、今までやばいことばっかしてるナダルやったんですけど、まあ正直そうでした、まあ、それやったんですけどなんかねあるまあローハーとかでナダル先生みたいななんかズバズバ藤田ニコルさんとかに言って、はいはい、それが意外とまとえてるぞみたいななんかそういった一面も見えたんで、確かにちょっと違う仕事って違う仕事ありえなかったよ、はい、今までやった、はいはいはい、そんなチョコあったから確かにねあるね、これは、はい、確かにナダル先生やったもんな。ナダル先生なんてありえなかったから、はい、今までやったらそうです、はい、なんかでもこれから来る星がでもその今西野さん言っていただいたみたいにナダルさんしか見えないそのものの見方っていうのが意外とこの新しい時代に合っているんじゃないかと。あれ切り込んでいく結構切り込みはね、普通力になる、ね、わいや今このでもどうですかナダルさん、うん、風の時代と言われてますけども若者たち、うん、社会こうやってやっぱり仕事、はい大きい会社に付き合いとかいろいろありましたけ、はいはい、どうですか若者はどうするべきですか。もう分からんけども好きにしてほしいなと思いますけどねやっぱ好きにしてほしいこんな感じで言う意外と無責任でしたね誰でも言えること誰でも言える誰でも言えて冷たいというちょっとね確かに、まあ、確かになるほどなんか仕事の幅が、うんそれでも意識するだけちゃうからなるほど確かにね、うん、それもちょっとやっていきたいですね確かにまあね意外とこう色気の星も来るし、まあ、スターの星とかも入ってくるええーうん、笑いだけじゃないナダルさんは今年は必ず開花しますよ、ね、うわえー、なあそう言ったしお笑い以外の仕事ちょこちょこやってますからね、まあ、まあまあ言われてみれば、はいはいはい、始まりましたか確かに、はい、おうおうおうラジオもされてますけどねもともと確かにちょっと言われてみればということがいっぱいあるな確かにそう言われてみればああ、うん、何個か、うんうん、確かにジャンルはね広まってたしだんだんでもまあしかも公にね言ってなくて違うジャンルみたいなのあるもんね、うん、大丈夫全然コンビはずっと一緒や俺らずっとコンビたくれんや一緒やちょちょちょその俺話さんといてみたいな感じになる俺応援してるつもり言ってんだけどそんなあがいてるみたいな俺の順番後で来るから絶対大丈夫やろとりあえず今はさ、うん、そんな余計なこと言わんで、はい、まあどっちかというとでも今年はねなんかこれ何で訳すか悩むんですけどね、うん、こう山奥とかなんか自然の星とかが入ってくるから、うん海じゃなくて、なんかね、自然に囲まれてる木々とか山に囲まれてるナダルさん山の化け物や山の化け物何化け物にしてんの山の化け物、海の化け物を経てつい陸に上がった、写真家や、アウトドア系の仕事かなアウトドアもありかもしれないですけどもなんだろうな、これちょっと後でまたタロットとか引いていただいてなるほど、ああそうか、まだちょっとなんかそういう自然系自然系というか自然系でねキャンプとかもしたいねんな家族で行くことが多いかな、そっち系は自然の中っていうのは、はいはいはい、でもお仕事なはずだねあ、なるほど、お仕事ありがとうございます、はい、で、ちょっと気をつけたいのが、はい、だけど今年6月と7月が運気的にちょっとダウンするんですなるほどなんか身近にいる疫病神に災いをこう頼むわ、ほんまに誰がやん誰が疫病神身近にいるちょっと身近にいるってほんまに書いてましたそのいや、まあ、出ましたほんまに身近にいるのも俺しかおらへん確かにいいやないとりあえず確かにいいやないフキフキじゃなくて身近にいるコメント欄書きよるからこいつのせいやとかいやいやほんまにそれないなるほど、はい、なんかあるんやそんなるほどそのね、身近な疫病神がどんな人かもタロットでまた正体が分かるんでそれで分かるから聞いた瞬間に西野総統って出ないですよいやいや出るかまあ西野さんっぽい絵はあるかもしれないやめてくださいムキムキのなんかムキムキのおしゃれなムキムキで目細いムキムキ出た俺やけどムキムキは絵で見ますからねいややめてムキムキ出たやばいやばいムキムキ出たらやばいなるほどなるほど、はい、あでも6月7月ぐらいがちょっとブレーキですけ ど, なるほどだけどまあこの10月に向けて8、9、10月で10月が今年パーフェクトな星うわぁ M1 なんかうわ M1 もね
M1 もあるし、確かに10月まあ大事ですからね。 M1 もいつも何かしら大事ですか、何かしら後半やっぱ大事ですか、頑張っていきたいですね。まあ、6月7月はなんか夏バテでもしてんじゃん分からんけど、確かにその辺なんかイメージあるな、体力ないイメージ、暑いわーとかって、うん、なるほどなるほど、熱にやられないように、なるほど、ね、気をつけていただいたら、はい、だけどとにかく大きな財の星です。うわー、あーいいやん、ね、めっちゃいいやん、ちょっと頑張りたいな、うん、ほんま、はい、サビも取れてくるから気は戻るんで、なるほど、ちょっと体も頑張って健康にして、よう乗り越えたなって感じなんですね、鳥先生からして。そうです、う去年はね本当にボロボロなってておかしくなかったんで、ボロボロでしたよ、ボロボロやったよな、マジでボロボロやったよな、しんどいとかって、うん、なんかあ俺一番あかんかもって思ったのは最近セクシー女優さんに相談しだして、はい、カメラ回ってない時に、何が面白いか分からなくなってきたセクシー女優さんに聞いた。言うてその子はなんか滝行でなんかいつもリフレッシュするというから、滝行ですか、結構いろんなリフレッシュしてそうっていう時に、はい、うん、ちょっとそれ俺も行きたいなっつって家族連れて一緒についてっていいとかって言うで、でもそれは死んだ時期終えてなんとか取り戻したんですけど、元気つけてもらったというかね、はい、まあね、今は上がってきてるから、はい、でもそのね、回復されてよかったですけど、まあでも滝行っていうアイテム自体がまあ相性はいいんでね、水の化け物は水から水の化け物、ほんまに滝行行ったら、うん、確かに森であるから、森と水っていう、ほんまそうだね、ほんま滝行なんかもしれない、もしかしたらほんまに、うん、水の化け物と森の化け物、なるほど、両方かっこよなさった奥さんと二人で滝行して娘に見といてもらおうかな何そのイベント子供かわいそうやから娘トラウマなる確かにね、トラウマなるうわーってなってるお父さんなるほど、はい、そんな感じ。ひとまず生年月日はまあね、大まかに今年が結構10年に1回ぐらいのうわっこれは頑張ります、気合い入れなあかんな、これはほんまに、あーなるほど、だから後半に向けてちょっとなんだろう、頑張ってきたことがどんどん形になるので、はいはい、頑張ってってところで積み上げていきます、はい、本当に、はい、はいはいはい、順調ですね、いやいいね、はい、はい、でまあ、ちょっとこのまま生年月日の占いで、じゃあ西野さんを行くか、それともナダルさんを先タロットでやらせていただくか、どうしようか、それ疫病神より気になるけどな、確かに、じゃあパッタキタロットやる、タキタロット回ってます、タキでも頭いっぱいあってるな、サキをね、サキじゃあ順番的にじゃあ俺行こうか、朝日見せていくか、タロットまた、はい、了解します、はい、じゃあ僕、じゃあ西野さんですね、はい、西野さんの、西野聡人さんの運命なんですけれども、はい、まあ、今年のテーマはですね、ズバリ競争なんですよ。うわ、競争、あの、なんていうのかな、多分コメント欄とかで顔は笑ってるけど目の奥が笑ってないっていうのを言われる年なんですね。あー、ちょっと違う言われてるなあの、なんですかその入りは僕のターンの入り何なんですか。いやなんか去年から加速して増えたよな、そういうの。確かに周りからまた増えそうやな、いじられるようになりましたね、なんかすごいサイコパスだとか、サイコパスとかも言われだしてるし、まあとにかくなんかやや言われてたというか、その下半期から急に、確かに、はい、それの年ですか。それがね、今年来る競争の星が原因のはずなんですよ。はあ、競争の星、メラ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 とね、西野さんのそのハートの中に火がついてるように見えるんです、はい、ああ、なるほど、それは周りから見たらそう見えるってことですか。ね、周りから言われることで競争心に火がつくる。あ、西野がほんならやったぞみたいな感じになってるってことですか。なるはずなんです。うわあ、はあ、なんかそんなきつい人じゃない。確かに、そうですよね、あと平和主義ですし、はい、薬草積んでるようなね、あの薬草屋さんがちょっとね、なんかおもろいですけど、薬草積んでる感じの平和やけど、そうです、本当は今回はちょっとこう、うん、ちょっとね、オスが出てくる感じなんです。ああ一番心配なやつやんけ、お前の。いやいや、そのオスっていろんなオスがあるから、そんな、なんとも性的なことしか、ね、最近オスの話めっちゃするやん。オスの話、俺の朝やばいぞって思って、ええって、怖いやな、うわ怖いですよ、ほんまに。ちょっとほんまに怖がらすのやめてや、ほんまに。じゃここも嫌やわ、ここなんか嫌だ、これ先生と奈良先生がね、ほんまに奈良先生嫌やわね、ああ、同士同士ですしね、じゃあいらないんですよ、そんなじゃあいらないんですよ、全然あってんのまあですね、なんか違和感しかなかった違和感、やりながら違和感しかなかったなかったです、足が止まれへんあー、競争ね、はい、そうです、だからね、あのね、戦っていくような番組に呼び出されたりとか、あ、あー、じゃあ、呼び出されるって意味ではなんか、うん、
まあまあまあ、そう呼び出されてなかったもんな。まあ俺がいるからそれ。でも言うたらサスケとかも言うたら表層のちょっとなんか。サスケはそうね。まあ確かに、うん、いきなりの急展開でしたね。うん、はい。あ、そうか、もうすでに出てらっしゃるんですね。まあそうですね、年末、はい。そうだそうだそうだ。だからああいうのが多分すごくこう、なんだろう、反響が良かったりして。反響良かったですね。その、僕的にはすぐ落ちちゃってクソやったんですけど、なんかそれ出たことによってなんかクソ笑ったみたいな。クソ笑われた。いや、笑われたんですけど、まあ結局まあそれ鍛えて、鍛えて鍛えてバキバキにしたのにすぐ落ちるんかいみたいな。17秒で落ちるっていうね。17秒でしたっけ。17秒でしたね。はい。だからまあまあ自分の中になかった年ではあったんですよ。いじられ倒すというか、まだまだ増えそうやもんな、この感じ。どうなの、ちょっとみんな芸人仲間もちょっと認知しだしてぐらいの感じだ。今まで、まあ、YouTube とかラジオでいじられたりはあったけど、まあ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 、ちょっと芸人の先輩とかこれなんなんみたいな。あ、まあ鍛えてから変わったかな。でも、うん、筋トレしてからちょっと流れなんか、あ、こんなんもあるんやみたいなのはあるかもね。そのなんかムキムキやのにっていうさ、なんかその前提がつくやん。確かに、うん、確かにムキムキやのに片足立ちめっちゃ速いとかな。片足立ち一瞬で倒れるとかあったしね。ええねん、さっき撮ったやつ。まあまあいいんですけど、倒れたんですね。はい、一瞬で。ああ、まあまあそういう、まあ、けどね、あの17秒って言ってくれたのが良かったなと思って今ちょっとふんふん思ったんですよ。なん、どういうことですか。タロット占いでは数字に意味があるんです。え、もし16秒でこけてたら、怖っ。そんなんあんの。あるんすか。破滅のカードが16番なんですよ。うわ、16って割とね、占いでは悪い数字。13もやばいですよ。怖っ。13は死神なんで。ええー。お前だからゆっくり粘ったのローリングところで、あのシュレッダーみたいなんでよかったよ。よかった。あそこでスッと追ってたらお前16秒やったね。お前うわ、15秒でもやばかったです。悪魔に囚われるっていう数字なんでね、タロットでは。悪魔に囚われる、悪魔に囚われるで、あのローリングのとこ捕まってたよお前。ああ、そういう、いや、そこまで考えてないよ。なんで俺タロット頭入ってんの。あ、確かに、まあそうですね。でも17番はね、素晴らしい。うわー、ちょっとすごいわ。なんかあるぞ、ね、逃れてるわ。裸のお姉ちゃんっていうカードが出てくるんですけど、なんすか。17番がね、裸のお姉ちゃん。裸のお姉ちゃん、ちょっとでも西野や。裸あった、あった、これです、これです。お前のほんまもうええ加減してくれ、マジで。ちょっと待ってくれや。17って書いてるでしょ。17って書いてますね、裸のお姉ちゃん。なるほど、ほんま。あれ、サスケでローリング転がってる時、今年こそお姉ちゃん行くぞ、やない。違う、言ってるか。え、裸のお姉ちゃんカードですか。まあ、まあ、意味はね、希望のカードとか。ああ、そうなんだ。よかった。名前がスターってあるように。うわっ、おお、ほんまや。今年、西野さんの横にスターが立ってるように見えますよ。おお、横にスターが立ってるってナダルじゃない。大丈夫ですか。横にスターが立ってるって言ったら、まあ、ナダルの気付く。ナダルさん、今年10年に1回の本当の強力な開運期なんで。うわ、ちょっともう頑張りたいな。私の横にスター立ってんだよ。じゃあ頑張ろう。そのスターもね、逃さないように。そうですね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 。ね、で、はい、でね、あの、はい、まあ、今年どっちかというとこの5月頃まではもうすごいこうね、努力とか戦いを自分に仕込むっていうのかな、自分に仕掛けていく時。はい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 。まあ、去年12月から5月まで、今年の5月までの半年間が、うん、西野さんにとっては大革命の運気なんですよ。大革命、まあ、言うたら。でもその筋トレでも頑張っていこうみたいな言ってなかった。それ、いや、もう今でかくしてるから、うん、もうボーって。じゃあもう筋トレの勝負の年やね。筋トレの勝負の年や。俺もう競技になって髪の毛終わんの。大丈夫かそれ。それも荒れちゃいますか。それも荒れちゃいますかね。何で目として。でもそれそういうことではないですか。筋トレでってことだ。大革命、うん、でもね、肉体改造の意味っていうのはちょっと僕見抜けてなかったんですけど。でもこんなに変わらはったんでね、去年と顔が全然違います。見てすぐ分かりました。うわ、そうですか。だってもっと可愛かったのに。あ、年として気持ち悪くなったんですよ。いやいやじゃなくて、否定してくださいよ。ああ、そうですね、あの、本当強く否定してください。いや、そんな僕にカラーはみたいな。そう聞こえますわ、ね、シュッとして男前だったと思います。痩せましたよ、ね、それこそ事務所からもなんかスカウト来たみたいな。その原宿歩いてたらなんか、ああ、原宿歩いてたらお兄さん、あの、映画とか俳優とか興味ありますか。スカウトされたんですよ。まあ、スカウトされて、事務所入ってますかって言われて、あ、一応入ってます。あ、どこのですかって言われて、あ、吉本興業ですって言ったら、
そうですよね。意味わからんかっていう感じもしますけどね。知らんかったんかい。最後の最後までわからへんかったね、うん、そう、まあ僕言ったの一般人やと思われてたっていう、うん、いや王者やぞっていう ね、 そうですね。2015年思い出せっていう、そうですね、うん、話変えましょうか。何やねん話変わるんかい最悪やねごめんなさいごめんなさい、面白い。なんかそんな、でもなんかオーラを消すこともできる。いや全部いいように言ってくれるわ。特技じゃないでしょそれ。いやでもいいじゃないですかね。まあまあね、なんか舞い込むことは増えましたね、なんかいろんなことが。そんなして注目されるっていうのはやっぱり変わってきてるし。なるほど。 SNS でも結構バズったりはしてるんですよ。でもまあなんか急にな、いろいろなんかね、うん、令和ロマンさんがなんかねいじってきてはったり。ああそうです ね、 ね、令和ロマンもやし、結構なんかいろんな方面からなんか SNS、TikTok とかもですけどね。 TikTok もはい、なんか結構TikTok 見てますみたいなのを言ってもらえたりはしてた年ですね。して知らしてるというか、うん、そうですね。だからまあとにかくね、前半の間にはまあなんか悪く言うと本業じゃなくてなんか自分との戦いみたいな部分がキーワードなので、自分を見つめ直すというか、そうです、そのコンビで何か活躍じゃなくてちょっとこう西野さん個人での、まあ、自分との戦いっていう。なるほど。まあ、でもそれこそ個人の仕事もちょこちょこ入ったりっていうね。まあ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 ね、うん、前半はちょっとねコロコロチキチキペッパーズじゃなくてなんかコロチキ西野ですとかコロチキナダルですとか、うん、ああ個人の仕事、ね、の、なるほど、まあそれ悪いことじゃないですか、まあね、うん、確かに個人の仕事ちょろちょろって、まあ、ナダルさんもともと多かったけど、まあ、もうなんとなくね、ちょろっとしだしてはいるんで、うん、なるほどなるほど、そんなのが前半来ます、はあ、で、まあ、6月から8月がちょっと休止するというか停滞期になってくるんですね。そこは一緒なんや。なんかね、似てるんですよ、ね、一緒に休むね、うん、頼むで一緒に休むのって疲れたって夏前にコンビで旅行でも行かはるけど、いやいやいや、そんな予定ないです。ないですか。はい、ちょっとふーって一息つくんかな、つきそうなんですけど、なんか意識も一緒なんですけど、うん、今年9月、10月、11月で、10月がね、実は西野さんにも最高の運気なんです。うわこれはなんかあるぞ。マジ頑張ろ、M1 や。いやでもね、実は2人の星を合わせると、来年に向けてめちゃくちゃ激務星が来るから、え、案外年末のあれ、池原んちゃう。マジっすか、ね、あこれそうです。 W ね、うん、W かいすな、そんな深い池原もいけませんね転換してこない。そうか、転換してないと思う、ね、いやいやいや、あかんやろ。 M ね、はい、M、 うん、まあまあそれも含め10月からコンビとして、まあ、それまでにちょっと土台を作るというか、作ってますね、まあ、ね、頑張りたいね。それぞれの活動にこうそれぞれフォーカスが当たって、コンビじゃないとこでファンを作ってらっしゃいますね。あ、なんかそのナダルさんはその世間にこう一石投じる的な、はい、ちょっと幅の違うジャンルの違う仕事みたいな、僕なんかそのこんな感じっていうのはあったりします。なんかどちらかというと体張るだとか、はい、それかもう書くんだとか、なんかその個人っていうのは、書く星ももともとはあるんですけど、今年は跡形もなく消えていて、それ、ね、消えたよ、消えたよ、あったやつ消えた、跡形もなくって言いますね。いやまあ、ごめんなさい、言葉ちょっと選ばんとね、あかんんですけど消失することあんねん、星消失すんねん、消失すね、この星ね、割とすぐ消えようんだそうなんです去年あったじゃん、かった去年あって、去年書き物の星あってんけど、元々ね、M1 で3回戦で負けて消えたんかもしかしたらとんでもない滑り方でも、ほんまにその通りで書く星って言われて、はい、あの例年よりも一人で書いてたんですよ、ずっと単独ライブのネタとか。ああ、ネタもね、作ってた時間が増えて書くなら、あの消滅しました、あの負けて使い切っちゃったんかもしれない、ね、使い切ったんね、はい、一旦でも、それに関して言うと今年は完璧主義がちょっと発症しちゃう感じなんで、うん、要は去年はなんかとにかく書こうって感じだったのが、はい、これはあかん、無理だ、もっといいとこみたいに理想が高くなるんでね、うん、で書けなくなるみたいな。でもそれいいけどな、だから、うん、話し合うようになったんで、何でもかんでもやろうじゃない方が、そうだな、うん、質がだから良くなると思います。いい話、いいんじゃない、うん、で、その新しいお仕事のカラーなんですけど、うん、これ言うていいと思います。これやめときましょうか。ちょっと何やねん、何やねん、何やねん、いや、まあ、もう忘れて、ちょっと、なんて書いてんのえぐ、えぐいで、いや、まあそんなこと、そんなこと大丈夫、大丈夫、考えたことじゃないですけど、はい、変な健康食品にハマってる変な健康食品、
いやいや、もうプロテインは飲みまくってますけど。いや、ほんま怖いわ。でもなんか変なサプリとかめっちゃ飲んでへん、最近。いや、サプリはめっちゃ飲んでる。急に。うん、で、風邪ひいてるから。何種類も飲んでるよ。何種類、うん、いや、サプリ。それはビタミンとかですよ。ああ、ビタミン。ビタミンとか飲み出してから風邪ひき出したから大丈夫かな。いやいやいや、風邪移ったよ。逆に。大丈夫、大丈夫です。うん、はい。変な変健康食品、そうですね、なんか、ね、健康食品を意味する星ってあるんですけど、もともと薬草の星持ってるんでね。ずっと持ってますね。そうです、こいつが今年すごい強く来るんでね。わー、ね、なるほど。でもよく言うと健康だとかの発信をしていく感じ。あー、ダイエットしたい人を応援するみたいな。なるほど、思想、健康のこと結構言うもんな、最近。あるある、うん、うん、で、なんかそういうお話も実現とかまではあれかもしれんけど、来てたりするし。あら、でもそれってやっぱり吉本を通してからのことやんか。当たり前やろ、うん、あと分かる。何直でやろうとしてる、直でやるか。だからそういうのを気ぃつけなせってことじゃないですか。そういうお声が。ああ、直で変な健康食を売り出したらもう終わりですよ。そう、だからそういうことはしませんので。まあ、あの変な健康食品かっていうのは置いといて、うん、まあ、その健康だったりとか、その食べるもの、食べることにすごくこだわっていく、はい、あ、でもこだわってそうやな。こだわってますね。なんか意外とね、ちょっと簡単にこんなの作れるんですよみたいなの出してみるとか、ね、いいやん、そんな料理とか、そういう健康オタクな方から、あ、意外といいじゃないなんていうふうに言われる運命っていう感じですね。健康系のね、はい、そういう仕事もね、全然それは興味ありますね。で、あともう一個がですね、なんか家にお金をかけますよっていう運気がありまして、うん、なんていうのかな、こういらんお金をかけるとかっていう運気があるから、なんかいいもの買わんとみたいに、例えばいい調理器具とか、うん、いいトレーニング器具とか、なんかそういうね、ちょっと投資をしたくなっちゃうんです。あら、で、ご家族から大貧縮を食らいますよくないな、ちょっとこれ良くないですね。あ、引っ越したばっかりやし。俺ダンベル買おうとしてんねんけど今。いいやつ、うん、どれぐらい。いやいや、いいやつどれぐらいって言ってそんな別にあれやけど、奥さんには言ってないから。大貧縮を買おうかな、まあ、子供が危ないとかはなかったら大丈夫だけど、ね、うん、子供ね。いや、ちょっと普通に今いや、もちろん部屋に置きますけど、はい、いや、まあまあ、それは相談とかですね、入れつつ。ちょっと完璧主義が発症しちゃうんで、なんか極めちゃおうっていうのが今年のテーマ。あー、でも確かにやりだしたらストイックであるんですよね。あ、めっちゃ。なるほどなるほど、そこのバランス感覚を持っときなさいよってことですね。それさえやっとけば全然。なるほど。今どんなお仕事がこの10月に来るのかね。2人とも10月すごくいいので、うわ、これちょっとタロットで試してみたいなと。ああ、試してみましょう。じゃあちょっとタロット行かせてもらいますけども、はい、お願いします。これは何を見るんでしたっけ。そうですね、もうちょっと具体的に、じゃあナダルさん今年財学の人気運学幅が広がるって言ったんですけど、うん、何がどんな風に、あ、これがだからタロット変な引いてもうて、この運勢が真逆になるとか全然ないですよ。そこまではありえます。あ、割合で言うと、ごめんなさい、鳥先生が今言ってくださったのって100のうちどのぐらいですか。はい、僕、生年月日の占いってそこまで重視してなくてですね、うん、10% ぐらいです。じゃあもうこのタロットが決まるぐらいの。いや、やっぱスターはね、カードで。いや、考えしてください、この。やっぱ持ってるやつは引くと。10% のやつにこんな時間かけてる、鳥先生。これ一緒に振り返ったら僕ちょっと、でかいから、この10でも。なるほど。このタロットが重要やから。なるほど。まあ、これは緊張やね。確かに。で、逆転するかもしれないですよな。いや、もうなんか分からへんよ、どうなるか。違うどうとか、うん、で、あの2つあるんですよ、はい、タロット。1つはうなぎくんが変えてくれたうなぎタロット。うなぎタロット、はい、これあの、はい、たくさん の, あのタレントの方、あの、はい、ハリセンボンの春菜さんとか、トロサーモンの久保田さんとか、あら、それからハンニャさんとかね、はいはいはい、とかいろいろぶった切ってきたタロットで、うわ、ぶった切ってきたんや。呪物になっております。呪物かい。なるほど。で、こっちは普通のタロット、はい、まあ、78枚ありましてね、割と普通の。どっちでいきましょう。なるほど。どっちか選ぶんすか。はい、まずここからが運命ですよ。なるほど。切り裂いたうなぎタロットか、うん、普通のタロットか。そうですね。これどっちかしか選べないですか。まあ別に後でこっそり使ってもいいですけど。まあ、なるほど。はい。いや、決めてください、それはな。もう、こっちで運良かったら最高やろってことで、うなぎタロットで。あ、うなぎタロットで。はい。ではですね、数々の芸人の方たちを切り裂いた、こっちでちょっと行かせていただきます。ここで肩すごいよ。はい。でも本当そうですね、うん。じゃあちょっと今年ナダルさんは、まあ、まずひとまずどんな、まあ、どんな仕事の成功があるのかっていうのをね、ちょっと3枚引いていただいて、はい、で、まあ、最後に身近な
なんか薬病が見て誰なのか、ね、なるほど。ああ確かに。それを生かしてもらいます。どうぞ3枚いってください。こちら、うん、もういいよ、このカメラで撮ろうか、その手元は。じゃあちょっとこれいきますよ。まず、ジャスティスですね。破滅のカード。破滅のカード。破滅？あ、でもめっちゃいいの引きましたね。あ、いいんすか、はい、スター。まあでもね、まずこのスターのカードがこの一番右に置いてくれたんです。一番右が最終結果なんですけども、はい、やっぱり今年スターになる。やったー、すげえ。よっしゃ、すげえ。うなぎタロット、スター出てたと思うよ。うなぎタロット曰く、なんかこれはね、あの宇宙を描いててとか、なんかあとなんだっけ、あのあれです、あれってなんやねんっていうのいや、出てこないですよこれ。あの地球映画館とかのあれですよ、あのなんかあのプラネタリウムじゃなくてね、あの映画館のあの幕ってなんて言うんでしたっけ、映画の幕。映画の幕、ベロロンっていう、あの舞台の幕。そうです、なんか映像が映るあれみたいな、なんかそれがこの、なんかここなんやみたいな、なんか言ってやったような気がする。あんま分からへんけど、スター、はい、なんかね、そういうこう人の注目を集める1年っていうことになる。なるほどわ、結果的には。はいはい。で、これ親子のカードでね。あら、嬉しい。ちょうどほんまや、子供と奥さんと。まあ、ナダルさんと奥さん、はい、仲良く。そうです。いや、嬉しい。で、子供にとってもなんかパパやっぱりすごいんだっていうね。あ、子供が喜んでる姿が見える。あ、わー最高やん。なるほどなるほど、最高やん。そうです ね、喜ばせたら嬉しいですね。子供ちゃんにもその堂々とうちのパパナダルさんなんだって言えるような。なるほど。ちょっと最近なんかちょっと言ってくるから。あ、パパ CM 出てるよえ、え、言われるの。いや言ってんねん。あ、言ってんねん。言わんでいるそうなんだパパ CM 出てるよね、ありがとうございます。すごいいいの引いてるけど、ちょっとその手前に引いたのが、これは何ですか。最悪のカード最悪かい。最悪な注目の集めからするとかないっすよね、これ。あ、それはないです、ね、よかったでもね、ちょっと炎上してるんですよね、この映画ね。あ、だから炎上するっていう意味の、まあ、こう注目の集め方は確かにはあるんですよ。なるほど。だからまあ良くも悪くも注目を集めてしまう。まあまあまあ、もともとはこっちでしたからね、まあ言うたら、まあうね、これもありつつっていうのはちょっと嬉しいかも、逆に。これもありつつなんだけど、でも基本はなんかね、やっぱりこう深いなとか、うん、人の痛みめっちゃ分かる人やな。あ、そこを分かってくれるの嬉しいね。なるほど。それなんか人からはポロクソ言われたりとかもあらはると思うんですけどそういうものを僕はこうやって乗り越えてきたよっていうのを数々の人々に伝えていく。あ、確かに。ちょっとそんなもしたりはしてるっちゃしてる。ジャスティスっていうのは、このジャスティスのカードはね、なんか2つ持ってるんですよね、天秤ね、うん、はい、で、これ天秤ってあの1個の仕事じゃなくて2つの仕事を持つことを意味するんですけど、これ合計4つになってるんですよ。確かに。おなんか今年も休みないですよ。いやまあまあいいこと、まあまあまあありがたいけど、うん、そっか、だから芸人で釣り、釣り、そうですね。じゃあさっき言ってたコメント的なやつ、一石投じる系の。そうですね、コメンテーター的なとかでもいいし、うん、あともう一つね、あと何やろ、サスケ出るついに13秒15秒とか避けて、うん、避けて16秒も避けて16秒避けて、うん、あー、なるほど。いろいろ。この17番のカードなんでね。あ、ほんまや、ほんまや。17番って意味が希望とか理想とかなので、ナダルさんがもともと憧れてたものを手に入れるみたいなのが今年の末に来ますからね。うわ、そうか。でも芸人さんがスター引くと大体 M1 なんですけど。うわー、ちょっとほんまに頑張りたい。今年でもほんま頑張ろうって言ってな、やってるから。もう動き出してるから、声で取った、ちょっとほんまに、すごい。おそらくちょっと変わったネタ、まあこれ宇宙の、確かに。いや、そうですね、正統派のネタではちょっともう語れへんって今年の令和ロマン見てちょっと思ったね。やっぱ あそこまでされたらって、はい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 、はい、ちょっと勝てないなっていう。闘争心火ついてますよ。はい、今パーッと頭の中で犬と猫戦う。もうええわ、めっちゃ滑ったやんそれ忘れろそれ、3回戦で白の滑ったって滑った噂になってるんです、はい。いや、でもめっちゃいいんじゃないですか。なるほど、はい。じゃあ、うなぎタロットで言ったらこれはなかなか、うなぎタロットってのはうなぎさんが書いたってことですか。書いてくれたんですよ、確かに。16って良くないって言ってましたもんね、数字的に。これがね、M1 が M1 敗退しちゃった、いや、あんま出したらダメかもわかんないですけど、うん、テレビでね、引っかかったんですよ、あの M1 敗退しちゃった人、M1 の直前にわざわざ占いを取ってもらいました。おお、
3回連続引きやったんですよ。誰ですか。東京ホテイソンさん。いや、おもろい。以上に10月に占いさせていただいて、こればっかり引っかかって。なるほど。ほんまにダメでしたもんね。ダメだったんですよ。はぁ、面白い。出力者やけど。なるほど。でもなんかそれを超えたカード引っ。あっしゃ、面白い。これはちょっと素晴らしいよ。うなぎタロットでいきました。疫病神を引いとく。確かに疫病神は誰なのかですね、うん、それが分かる。これもこのタロットからでいいんですか。こっちの方が分かる。そっちしましょうか。確かに78。ちょっと待って、一応整理やけど、ムキムキの人が出たらちょっと俺みたいな、そういうことですか。可能性はありますね。あの、引かないと信じてるよ。さすがにな。さすがに言うたら70。これ薬病神って言われるの嫌やから、うん、確かに。めっちゃ嫌いね、薬病神って言葉が。言葉がな、うん、西野の不安を晴らすためにも、これはそうしましょう。ではね、ナダルさんの今年、あれですね、6、7月の話ですよ。6、7月、はい、78分の1はないよ、さすがに。頼むで。言うてコンビですからね、うん、やってるわけですから。頼むで。じゃあもうこれは1枚で。ちょっと近めで頼むよ。薬病神はこいつだ。はい、薬病神はこいつだ。おお。引かんのかい。確かにムキムキマッチョマンじゃないじゃない、さすがに。やっぱこれはもう、あ、さすがにね、引いたらおもろいな思ったけど。丁寧に振ってたね。でもこのカード意味がですね、はい、夢を見ている男ってカードなんですね。おお。俺はいろんなことができるんだ、いろんな才能があるんだって言って自分のことをすごく古代妄想している人っていうやつ。なるほど。でまあ例えばですよ、お家のカードがあるんで、うん、家買うねんとか、家新しくすんねんとか言ってたりとか、はいはい、ここに美のカードがあって、うん、俺ちょっと最近さダイエットとかやってんねんみたいに美的な感じ、うん、お前やないか。俺はダイエットとかやってんねんってこいつやってると思いましたよ、僕は。確信でしたよ。いや、僕ですやん。トリ先生、不思議な顔してる。何が何がって。いや、僕じゃないですか、ダイエットしてるとか、そのなんか家変えたとか。家変えたとか。ああ、課題だ、夢を。僕に当てはめようとしてませんでした、今。大丈夫。これ、建物とか、美のカードとか、あとこれ、薬草でしょ。うわぁ、ほんまや。あと、カップのカードって、健康のカードっていうね、このカードがね、健康オタクです、みたいな。マジで俺やん。これマジやん。いや、だから、嘘ではなく、本当にそういう意味はあるんで。ほんまに、でも、ほんまにそうか。まあ、でも薬病神は、でも一生懸命ネタ作った。薬病神はって言ってるよ。どんなエピソードトークやるんですか。薬病神から。薬にしようか。薬、いや、薬丸さん失礼やろ。いや、待って、そんなわけない。薬病神にならんようにするわ。いやいや、まあまあまあ、でもこれはもうコンビですから、それはまあまあ、あれやけど。でもちょっとそういう気もあるんや。夢見る男。夢見るもんな。でもそれは夢を叶えようぜ、マジで、今年は。うん、確かに、あのだから多分ね、薬病神っていうとあれでしたけども、あのちょっと大きすぎること言われるんちゃいますかね。7月ぐらいですね。あ、今年はあの M1 で絶対やるぞ、うん、でこれやろうなあれやろうなみたいに大きすぎる。なるほど。7月か、沈んだ時に、ね、プレッシャーか、沈んだ時にプレッシャーかけてくんだよ。終わりやないか、勘弁してくれよ、ほんま。なるほどなるほど。避け方も、じゃあ1枚だけちょっといいですか。避け方ですか。避け方があんねや、はい。薬病神からの。薬病神。こちらで。封印する方法。お願いします。ですやって。薬病神にあの引導を渡すっていうか。やめてもらうというか。なんか偉いの引いてしまいましたね。です。そうです、死神なんでプスッみたいな感じの。殺すんですけど。それはさすがに。一回だけちょっと一気だけもらえる。なんやそれ。マリオみたいにね。じゃマリオみたいにねやね。こういう風に突っ込んでほしかった俺は。ええ、だからやめて。です。です引くん。まあなかったことにします。ちょっとごめんなさい、なんかねなんか。だからこれ言い方的にはどういうことなんですか。ほんまでも。言い方的にはまあ。でも反対とかじゃないですよこれ。あ、ほんまですか。まあ反対ってことにしましょう。そうしましょう。反対向くとですね、あの心を入れ替えて生まれ変わるってカードなので、うん、薬病神さんになんて言ったらこう新しいことをまたやってもらうみたいな。新しいことやってもらう。薬病神も俺になってるからそれがまず俺が分からない。分からへんしね、まずね。これタロットって反対とかも意味なかったでしたっけ。これそうでもないですか。こうやって混ぜるときはあるんですけど、今回ね、こうやって横混ぜるときは、ね、なんかないんか。うん、ですですやって、よう引いたな、こんなほんまに引きましたね、お亡くなりのカード。お亡くなり、生きてくれよ、ほんま。いや、それ生きるけど、生きろ、
違う違う、お亡くなりっていう、あ、物置兵みたいなとこ、違う違う、もうええねんお前デスだよ、そのこの生きろ、え、生きろ、うん、いや、ええって終わりどころわからんいや、でもまあ、これはまあ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 、言うても、あ、まあまあ、ほんまだ健康に気をつけてってことや、違う違う、だからもう俺に向けて言ってるよ、ほんまだから、ほんまこう、あんまマジへこみするのやめろよ、じゃマジへこみしてないよ、別にまあまあ、大丈夫ですから、はいはいはい、で、これはあって、はい、僕もタロットですか、そうしましょう、西野さんも行きましょう、はい、だって西野さん、はい、本当今年闘争心の年ですよ、確かに、いや、ここが大事な気するな、ほんまに芸人さんで勝負の星が来るときはやっぱりね、勝ちに行きます、なるほど、はい、どうぞ、どっちタロットで行く、もうほんまタロットで行くわ、あ、じゃあもうこっちで行くわ、うん、だから本気でちょっと行ってみよう、はい、じゃあちょっと実物じゃない、普通のタロットで行きましょうね、はい、西野さん、今年は勝負の年です、行け、うん、しかも、大きな責任を背負う年です、はい、しかも、まあでかい何かね、でかい人と組むみたいな話があるんでね、でかい人と組む、長野さんももちろんいいんですよ、うん、じゃなくてね、なんか大きなプロジェクト動きそうだよ、それ成功するとかなったらすごいよ、契約をするはずなんですよね、契約保守とかも出てるし、契約、うん、何だろう、なんかしそうなことある、契約、あー、でもそれを調べるというか、あー、それもあるかもね、今のところ思い浮かぶことはないと、うん、いや、でっかい契約、あれ服とかかな、おしゃれですからね、じゃあこれと3枚でしょ、はい、3枚でいきましょう、はい、これで、はい、じゃあ、じゃあこれが一番最終的な結果ですよ、はい、まず今年の一番、ね、おー、太陽、78枚の中で最強確率、うわー、うわー、それがどう展開するか、あ、ムキムキマッチョマンが出ました、これがムキムキのカードなんですよ、え、あ、最強に筋肉つくやんムキムキ、まあちょっぴり大きくなる話ですけど、この棒っていうのが男性のシンボルなんです、お前そんなばっかりやないか、お前さっきから、え、男性のシンボル、そんなば、男性のシンボル握りしめてるやん、意外してくれよ、ほんま、まっすぐです、ね、最強の後に男性のシンボル、最強の男性のシンボルやばいやばい、いや、まあでも嘘じゃないからいいよ、まあまあでも最後が重要、最後重要、最終的にそれがどうなるのか、うん、あ、なんすか、どうしてますわ、じゃああかんなの、どうしてこんな変なのが3枚出るのか、もう笑ってしまいました、なんなん、いや、ごめんなさい、ほんまに笑ってしまいました、ちょちょちょ、最強の状態でカード出て、ちょっと待って、またサスケ負けるとかなんか、そう、なんだ、最強の状態に仕上がって負ける、敗北ですわじゃないですよ、でも芸人の敗北ってこれ負けれるってすごいことやから、また M1 負け、ああまあいい、そう、負けれる、だから言うたらさ、去年がちょっと言い出せて、うん、その負けることを覚えてきたというか、ああまあまあ、まあ、それって結構まあ重要、そうそうそう、重要なことやったりするというか、なんか結構いいこと言ってくれる、いやいや、これ芸人だったら負けも笑いになるから、いやまあまあ、負けることが、え、だから最強に振って振って負けてめっちゃおもろい、今の最強に最強出て男性器を最強反り立つように立って で負けるんですか。なんかね、そうですね、なんかすごい寂しいエースもね、これ、確かにこれね、剣でチャンバラした後なんですよね、あ、剣もろせ負け、で、もろせ負けたっていう、でね、取られちゃうんですよ、取られまくってね、で、これが西野さんなんですけどこちらこっちか、こっちか思った俺、俺こっち、そうなんですよ、まあ、こっちじゃないんですよ、こっちはね、あなたが奪っていく人を表す、うわー、そっちは小さいやつなんや、こっちかい、小さくなってしまう、ね、いやいやいや、大きかった、あんな、こんな堂々としてたのにそんなちっちゃくなの、マジっすか、これが最終的な運勢ですか、今年の、え、これは最強なんですよね、いやでも本当にそうなんですよ、うん、あのね、運び用によったら今年やっぱ最強の年ですよ、あ、うん、え、じゃあオチ的なことですか、これ、オチがどんでん返しで負けてるってことですか、年末にだから、ね、何やって今年ってなるってこと、しえ、だからもうすごいっちゃすごいんでしょ、勢いはすごいです、あの、ね、一応真面目にここだけちょっと言わしといて、はい、あ、お願いします、真面目にね、この下げ方はちょっと気になるぐらい下げ、こいつがね、ちょっとあれですか、どんだけ遠くに行くねんっていう、ちょっと、あの、目に入るとね、汚れるから相当なカービィで、で、まあこれがね、まずキングですが、キングっていうのは大きな企業さんを表すんですね、おお、これは嬉しい、だから吉本さんを倒してだともちろん思うんですけども、はい、まあ、そこを通して西野さんが、まあ、ぜひこれやってくださいと、うん、あの、西野さんにお願いしたいんですっていうお話が来るんですよ、はい、嬉しいね、
そしてそれが太陽って出るんですけど、うん、太陽って春から夏の季節のカード、さっきから言うてたやつはずっと、うん、4月、5月、まあ、6、7月だから言っちゃったんですけど、うん、でももういいです、あの外れてますこれは、はあはあ、タロットも勝ちますからね。4月、5月、6月、7月と、なんかすごくこうアウトドア的なことだったりとか、うん、あるいはこう見せるおしゃれみたいな、この人裸でしょ、はい、なんかあの薄着になる季節じゃないですか、はいはいはい、そういうのをデザインしたり、あるいはコラボしたり、おお父さんとコラボするかもね、うん、言ったらボディーワイルドのお父さんね、うん、デザインやってたりするんですよ、あ、お父さんがね、あ、もううまくいかなかったやつですね、そうか、あれ、そんなに出すの間違えた、このカードや、このカードおとんのカードや、これあーそれで、あーじゃないですほとんどカードがこれって、ほとんど泣きますから冗談ですけど冗談ですね、冗談ほとんどカードがこれないね、オチで、そのなんか二人おるのかと思ったんですけどね、父の後先生、なんで親これ負けてるの、ごめんなさい、そうですね、やめてくださいよ、うん、そうですね、違う、まあでも、その、はい、それはまあすごいことですよね、だから西野にちょっと声かかってくるというか、しかもね、水着とかなんか割とこう肌を見せるようなものがバズってまいりますよ、うわやっぱ偽ボディですね、写真集とか、ああ写真集はちょっとわかんないで1枚お願いします、写真集かどうか、写真集どうですかです、びっくりしたです、です違うかった、やっぱ TikTok で書いてびっくりした、びっくりした、写真集どうですかです、えぐ、そんなことある、ないです、びっくりした、絶対出すなよお前、こんな引きある、出した終わりやで、絶対出したかい、 TikTok とかや、うん、お前な、他や他、こんなん出す、写真集とかに関してはってことですもんね、だからいや、よかったよかった、写真集なんか出したら死者が出ますいやいやいや、どんだけやねん、危ない、出したらよかったよかった、でもなんか、うん、吹っ切れました、なるほど、はい、よかった、だけど真面目な話にすごくあの地上波の露出も、あ、地上波とは限らないのか、うん、でもあの露出が増える年なので、なるほど、おー西野さんフィーバーです、おっしゃ、ちょっと今年やりますよ、はい、で、そのまあオチのカードなんですけども、うん、これ、まあ、露出も増えて、そういうなんか企業からなんかそういうのもあったりするかもしれないけど、最終的にどうなるの、それはちょっとそれがね、多分もしかしたらその自分のしたいことはやっぱり結局この方漫才とか、うん、まあその M1 だとかお笑いをしたいと思うんですけど、うん、この人剣持ってるってことを考えると、もしかするとその本当にやりたいことに集中できないって言ったらいいですか、あの、うん、ちょっと気が散るって言ったら失礼なんですけどね、その仕事に、はいはいはい、けど笑いの人なのになんかちょっと違う仕事増えちゃったな、どうしようみたいな、ああちょっと収拾つかんくなるというか、バランスが難しい、まあ、言うたらでもいっぱいお仕事いただけるっていう感じかもしれない、だからどれ、ああなんか手つかずというか、まあでもそれを言ってもらったからブレないようにできるけどね、ああそれを、あ、それブレないようにしようってあのカード思い出してって、だからこのカードめっちゃ覚えましたもん、音のカードね、うん、そうそうそう音のカードちゃうね、悲しむてえ、でもほんまにそこはブレないね、僕は絶対お笑いなんでですよね、はい、ね、でもたくさんいろんなこともやりつつ、まあ僕から言わせていただくと、そのお笑いじゃないことをやることで、あとちょっとこう肌を見せるようなのでバズることでちょっと調子づいてですね、うん、だからこそこう振り切れるような気がするんですよね、ああはいはいはい、確かにね、手見たろかこのネタでみたいな、ああ、うん、ありがたい、振り切りは確かに確かに大切なことやな、今ちょっとなんかそこら辺でもがいてる感じするからな、うん、うん、振り切れるっていうのはでかいですね、うん、はい、振り切れるのかな、じゃあちょっとごめんなさい、おお、そこもやっぱ引きがレスはもうないから、うん、振り切れるのか俺、はい、ドーン、あ、復活のカード、うわっ、うおー、あのこれはね、太陽の次にカードが、うわー、うわ、何この引き、振り切れるんかなってことで、ジャッジメン、そう、ジャズメント、写真で蘇ったよ、写真集だぞなんでやねんこれ、いや、それは写真集が出るのでやめた方がではこれの次にいいカード、そうです、これ19番でこれ20番、うわー、マジか、これはだからどういうあれですか、このカードはね、もともと自分の中にあったこう自分の中のこう才能だったりとか、うん、勢いだけでやれていたあの頃っていうものを思い出す、うわうわ、ありがたいよそれ、うんうん、やっぱ昔の方がやっぱ勢いあった気したもん な、 なんかネタとかで何やそれ、いや分からへんけどな、なんかちょっとやっぱ、まあね、いろいろなこと見てきて、うん、縮こまってる、若い時のな、あの発想みたいなね、もう一回あるんかな、分からんけど、で
まあ、これ楽器とか持ってるんでね、なんか昔好きやった音楽とか、まあ、あるいはアーティストの方となんかちょっと仲良くする機会が出て、うん、なんかこう盛り上がる感じです。もう一回改めて聞こうか、うん、ガガガスペシャル、うん、ガガガスペシャルじゃあ行ったけどライブ、うん、ガガガスペシャル卒業、うん、聞いて、うん、さよならさよならって男性ブランコ平井くんが前の方消えてたやつな転がされて転がされて、まあ、ええねんそれよかった、うん、でもなんかいいカードやった。いやでも引きはかなり素晴らしいですよ。あのやっぱり、ね、いいのばっかり引いてはっても信用できへんのですけど、うん、写真集で死んでこいって言われてますよ、うん、うわそんなことないですよね。デスなんていい加減せよって言われてんのにちゃんとこういう復活のこういいのを引いてるんじゃなくてちゃんと嫌なのも引きつつなんで本物ですよ。わーよかったよかった、もう楽しみですね。ちょっと楽しみですね、はい、もう西野疫病神ではないってことはもう確定ですね。だからこれででもないんか。いやいやもう終わり、まあ大丈夫だと思います、うん、あの、うん、まあ疫病神やったとしても、うん、いい疫病神というか、うん、そう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 、いい疫病神ちょっとあのあれですね、あのちょっとお笑いじゃなくて SNS でバズらはるんですけど、それいやこれはでもバズってるんですちょこちょこ、はい、いい感じちょっとずつね、うん、なるほど。それでまあブレーキをかけとかはったら大丈夫です。なるほど、わかりました。いや、よかったんじゃないですか。これはいいと思います。この月としてなんつうの、もっと頑張れるってね、うん、キジマックも言ってくれたわけでしょ。はい、言ってましたから、ちょっとね、うん、新たに、はい、でこれ当たってたから、本当にめっちゃ当たってたんですよ、去年。そうでしたか、はい、まあね、去年、真っ暗の日が入りましたもんね。なんか泣いてるカード引いて覚えてますわ。いや、これはすごいんじゃない、うん、去年何回か泣いたし、もうそういうの、うん、泣いてた。ノッコン寺田さん怖すぎて泣いたと思いやー、はい、はい、寺田さんもう大丈夫ですか、うん、もうでもだいぶ効いたもんね、うん、うん、もう、まあまあまあ、まあ、だから西野も大丈夫やな。え、うん、俺はもう写真集は出すなっていうのが分かったんで、うん、デスが出たんで、はい、いや、こんなにもやっぱりね、いろいろ分かるのないですから、ちょっと楽しみですね、今年、うん、はい、ということで、ありがとう、鳥先生。鳥先生の、ページとか、はい、あの URL、概要欄に貼ってますので、はい、鳥先生、ありがとうございます。皆さんもよかったら、ぜひちょっと占っていただいてね、ほんとすごい。今年マジで、また飛躍の年に、はい、なります。去年もね、よかったよかったんですけど、さらに今年、大革命を。もっといいですか。うわぁ。サビが取れたまで。サビが取れて、はい。で、僕ももうね、革命の。革命ですね。薬草取りの女の子卒業です。やった。薬草女の子やったよ。まあそうやったよ。はい、ということで、はい、鳥先生でした。ありがとうございました。ありがとうございます。鳥先生。はい。こんばんは。今度ですね、初めて大阪でフリマイベントを開催します。パチパチパチ。前回前々回とたくさんの人に来ていただいてですね。初めて今回大阪でフリマをすることになりました。日にちが1月の28日日曜日の15時からとなってます。場所がですね、大阪市中央区東心斎橋 1-17-15 マルキオビル5階でございます。はい、心斎橋駅から、地下鉄心斎橋駅から6番出口から徒歩2分ぐらいです。はい。ぜひ、関西の方、来てみてください。あの、ラビットでも紹介したね、ビッグファイブの店長のラブニーと一緒にやりますんで、はい。冬服などいっぱい出そうと思います。気になる方は概要欄見てください。お願いします。